野球ラジオ from CUM のチーフアンパイア元石祭の竹村雄二です。どうぞ50分間よろしくお願いいたします。今回はですね、審判会のアイドル青村聡さん、そして女子硬式野球クラブチーム侍のキャッチャー村山さとみさん、あ、村山さともみさん、失礼いたしました。混ざりました。アウトです。失礼いたしました。で、そしてですね、1月以来の登場、チェコから帰ってきたばかりの野球協の会オールネーションズの白坊健職さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。白坊さんはチェコのブルノでプレーしていたわけですが、ちょうど今日はですね、野球アンダー18のですね、ワールドカップが阪神圏で行われてますね。はい、で今日はチェコと日本の試合が行われてまして、はい、15対0で、はい、まあ、日本が勝ったわけでございます。まあ、予定通りですね。予定通りですが、はい、まあ、その話はチェコでの話は後でじっくりお伺いするとして、はい、まずはちょっとこのコーナーに行きたいと思います。はい、用具紹介コーナーでございます。はい、あんまり盛り上がらない感じです。はい、用具紹介コーナーで今日はですね、はい、なんとですね、ベルガード社のですね、はい、キャッチャー防具、こちらですね、本日ご紹介するのは村山さんのキャッチャー防具です。はい、はい、普段持ってもらいましょう。はい、つけてるものですね。はい、侍って書いてあるんですけど、村山さんのサイズに合わせて作ってもらったということで、はい、つけ心地なんかいかがですか。いや、もう以前使っていたものよりもすごく軽くて、はい、と来てその日にと次の練習試合で2試合ともずっとなんかベンチにいてもずっとつけてたんですけど、け全然なんか、はい、苦でもなくなんか重く感じず、一日中なんか楽につけてられる防具です。はい、こう当たって痛いとかいうことはないですか。痛いとかも特にないですね。はい、サイズ的にはね、これ、ベルガードの永井社長に一応お話を伺ってきたんですけど、村山さんの身長に合わせて1コマ詰めてあるということで、はい、これの普通の大きさのものよりもこの1段分ね、少ないということなんですけど、この長さ的にはぴったりな感じ。長さは、はい、はい、ぴったりです。はい、そして同じこのチームカラーで、レガースもあるわけですけど、はい、こっちもちょっとこれあれですね、非常に痛々しい感じこれ画面で映るのかな、かなり泥汚れが昨日使ってきたばっかりなんですよね。はいはい、で雨の中の試合だったので、はいはいね、はい、ちょっとね、まあ、そういう道具ですからね、ちょっとこう昨日のまま持ってきてもらったんでちょっと汚れてるんですけど、これも少し長さを詰めてあるんですよね。はいはい、ここのプレートを多分詰めてあるんだと思うんですけど、この短さ、これもぴったりな感じで、ぴったりですね本当に。はい、足は本当に、はい、市販のものだと、はい、多分男性用に作られているの で、ね、本当に長くて、はい、走るとちょっとこう回ってしまったりするんですけど、へー、はい、それは危ないなちょっと外側にこうずれたりするんで、はいはいはい、こう結構他のチームのキャッチャー見てても、はい、ベースに戻ってきてこう前に戻すような動作をよくしてるんですけど、はい、そういうのがなくなった、はい、もう全然走ってもずれることなく、いいですね。僕も前に自分のレガース持ってきて紹介しましたけど、はい、あれもあれ普通のサイズでも良かったんですけど、永井さんが僕の顔を見てずっといつも安村さんのちょっと短くしてあげますからちょっと待っててくださいって言って2ヶ月ぐらい待ってですね短いやつが来たんですけど、でも僕のは1センチぐらいかな、詰めてもらって、でもその永井さんが僕を一目見てその1センチ詰めてくれたやつがぴったりなんですよ、やっぱり。だからすごくね、つけ心地はもう良くてね、つけたフォローが本当じゃないですね。もうバッチリですよ。さすがやるな。チェコのチームにも一つ。ぜひぜひ。でも本当にね、防護性能も高いし、軽いし、ね、つけ心地がいいし、はい、ね、本当に言うことないんですけど、マスクどうしましょう。マスクあっちですか。じゃあまた後ほど。というようなわけでですね、はいはい、オーダーで、ね、こういうその細かな、はい、本当に職人の手作りなので、細かいこういう何センチ詰めるとか一コマ詰めるとかっていうような、要望にもね応えてくれるんですけれども、高いんですよね。でも
ね。あのね、それはね、お返事がですね、あの結構お高い。あのやっぱりね、職人の手作りなんで、あのお値段はそこそこするんですけれども、あのでもね、チームで相談したりとかすれば、もしかするとちょっとね、こういろんな相談に乗ってくれるかもしれないので、あのずれないのでかいですよね。はい、そうですね、本当に結構ずれますもんね。はい、ずれますね。ね、あれですか、あのヨーロッパ野球界ではどの辺のブランドが人気ですか？そうですね、やっぱり水野の会社というか水野多いですね。そうですね、はい、まあ、あとローリングスとか、うん、基本的にはアメリカの eBay でしたっけ、はいはい、なネットで注文して船や便で、はいはい、ああそういう形なんですね。本当はみんなも現地で買いたいんでしょうけど、はいはいはい、まあ、野球動画そんなにないので。なるほど、ね、はい、ああそうですよね、あんまり野球用具をそんなにこう一般的に扱ってないんですよね、うん、はい、あなるほどね、日本が早く行けばいいのにと思って。そうですね、はい、いや日本のクオリティの高いものをね、いやもうどんどん使った方がね、はい、と思いますけどね。でも本当におすすめなので、あのオーダーの、ね、このキャッチャー用具とか審判用具とか興味のある方はこの辺になりますけど、じゃあこちらで、ね、どこでもいいですけど、あの問い合わせを、私たち宛にしていただければ、あのこれあの後で、アーカイブでご覧になっている方もですね、あの有効ですの、生放送中だけじゃないので、いつでもあの問い合わせいただければあのご対応いただけると思いますので、はい、はい、あの実際先ほど持たせてもらったんですけど、はい、軽いんですよね。軽いです、想像で、ね、そんなに軽くて薄いのかっていう、びっくりした、ね、本当に。まあ実際あのね、あのなあのベルガード社の社長の30年前のインタビューかなんか見たら、はい、まだつけた感覚を忘れるようなキャッチャー防具を作りたいって、そんなことおっしゃってました。そういうらしいですよね。じゃあもうできたじゃないですかね、これね。ね、もうつけたまま寝るぐらい。そう、ね、あの使ってますからね。可愛いですよね、でもサイズ的にも。そうですね、見てても、うん、なんかちょうどいい感じでね、うん、はい、本当に素晴らしいところですね、はい、というわけで今日の用具紹介コーナーは、はい、ベルガードさんの、キャッチャー防具、オーダーのキャッチャー用具をご紹介いたしました、はい、さあそれでは CM へ入ります。 CM はですね、なんとですね、キャッチボールのテーマの CM でございます、はい、それでは CM お願いします。オーラよっ、はい、カバーナイスボール、はい、はい、ほらほらほら、はい、ナイスボール、はい、よーし、おっ、はい、はい、行くぞー、はい、おい、はい、はい、はい、ナイスボール、打ち込み、きゃっ、おい、岡田、よし、行くぞ、はい、行くぜ、はい、はい、オッケー、はい、キャッチ、アンドスロー、いきますよ、はい、はっ、ナイスボールです、はい、行きます、ここです、はい、はい、ナイスボール、行くよ、はい、ナイスボール、夢へ、ボールをつないでいこう、もう一度野球を、はい、はい、それではですね、今日はゲスト田久保健職さんにお越しいただいております。お願いします。田久保さんといえばですね、2012年、今年2015年、チェコのブルノでプレーされていました。そして指導もされてたそうですね。で、今日はチェコといえばアンダー18のチェコ対日本の試合が行われました。はい、残念ながらね、15対0というスコアで、うん、まあ、あの7回コールドということだったそうなんですけれども、今行われている、まあ、これはね、あの野球界の結構大きなイベントなので、ご存知の方もあると思いますから、簡単に紹介しますけど、今あの阪神甲子園球場メインスタジアム、これはあの決勝戦の方で使われますが、この大阪の辺りを中心に行われている U18 歳以下の世界大会ですね、はい、ベースボールワールドカップということで、第27回になるんですね、この高
大会もね。で、久しぶりの日本開催ということで、8月28日から始まっておりまして、現在あの第一次予選のラウンドが進んでいるところです。で、今日までで4試合順調に消化されまして、ちょっとねあの天候にあの少し恵まれないというか、あの雨がちなところもあったんですけど、なんとか4日間で4試合が消化されていて、この参加チームが、グループ A が日本、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、チェコで、グループ B がキューバ、チャイニーズ、台北、カナダ、韓国、イタリア、南アフリカと、はい、この6チームずつのうち上位3チームずつがですね、その何でしたっけ、スーパーラウンドっていう名前の、その上位決定戦の方に進出して、で、下の3チームはまたあの4位5位6位を決定する、この試合の方に出ていくという形になっていきます。で、最後9月6日の日曜日に阪神甲子園球場で、3位決定戦と決勝戦があるということでね、はい、まあ日本代表がここへ行ってくれるね、最後の、阪神、甲子園球場のナイターの方にね行ってくれることを期待したいんですが、これ4日間終わっての現在の、この順位表です。でちょうどこれね左右が同じ数字になってまして、1位があの日本と韓国で4勝0敗で、これ両チームとも、スーパーラウンドの方に進出が決まっております。で、グループ A はアメリカ、オーストラリア、ブラジル、オーストラリア、ブラジルが同率の3位になりますね。でそれからメキシコとチェコで、グループ B は韓国の次がキューバ3勝1敗で、カナダとチャイニーズ台北が2勝2敗同士で、イタリアと南アフリカというような順位になってまして、チェコと南アフリカがちょっと0勝4敗という形で、ね、成績になっているんですけれども、こんな形でね、まずそのこれ全体としてはどうですかね、印象としては。そんなにあの今日はね高保さんの話なんで、この話そんなに引っ張るつもりはないんですけどあの全体としてはどうですかね、これ高保さんも少しご覧になってますか。ちょっとだけ、はい、はい、まあ、あのチェコと南アフリカが、はい、まあ、ランキングも、はい、まあ、下の方だと思うんで、はい、まあ、こういう大会出たことにまず意義があると思うので、そうですね、はい、まあ、そのトップクラスのチームと対戦して、はい、まあ、何かを感じて、まあ、自分の国に持ち帰るってことがすごく大事なことだと思うの で、 そうです、ね、はい、だから日本がこうやってあの、まあ、主催というか、はい、ホスト国でやってる意味っていうのはすごくあの大きいと思います。そうですね、はいはい、こういうところでね、いろいろとあの見てね、そのなんか持って帰ってもらえるものがまたね、うん、あったらいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、で、まあ、ちょっとだけ話を振ると、はい、その昨日あの汚れてた防具は、はい、あの何カップでしたっけ、あのシャチホコサマーカップ、はい、シャチホコサマーカップ、はい、シャチホコサマーカップ、はい、第1回って書いてありました、ね、そうですね、はいはいはい、あの新しい大会で、そうです、女子野球8月ものすごい大会ラッシュでしたよ ね、 、はい、そうですね、第1回の大会が他にも、中学生の公式野球の大会が第1回ですもん ね、はい、ね、そうですよね、はい、でその逆にその伝統のある伊予銀行杯、はい、ね、残念ながらあの1回戦で敗退してしまった侍さんですけれども、はい、あのね、それ以外にもあの軟式も含めると本当に夏たくさん大会があって ね、 そ う、 ですね、そういうところにやっぱり行くといろんな経験ができていいですもんね、はい、もう侍もたくさんの試合に本当に夏は、はい、参加させてもらって、ね、かなり焼けてますよね、はい、あれでもシャチホコサマーカップは昨日勝ったんですよね、土曜日に、はい、土曜日、はい、初戦が行われて、はい、それは勝って、はい、で日曜日の、準決勝は、はい、2回表まで、2回表の途中までで、もう雨で、はい、ノーゲームということで、はい、今週、まあ、また今週、今週土曜日に行く、愛知の方に、はい、頑張ってください、はい、あの防具の汚れを落として、はい、あのもう一度、はい、ね、でもそんなね形でいろんな大会がたくさんあるわけですけれども、そんなチェコのチームが今来ているわけですが、そのチェコから帰ってきたばかりということで、はい、いつ帰国されたんでしょうか、2週間前ですかね、2週間前、はいはい、もうあれですね、じゃあ日本に馴染んできた感じですか。そうです、まあ、お寿司も食べましたし、はい、まあ、焼肉も行ったんで、はいはい、やっぱりお寿司と焼肉ですかそうです、まずはまずは、はい、やっぱりみんなそう言いますよね、そうですね、あの、まあ、向こうの食事が嫌なわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、ちょっと恋しさは出るかなっていうのはあります、はい、なるほど、はい、あの向こうに渡られたのがいつ頃でしたっけ。4月ですね、4月、はいはい、1月にここに来てもらって、来させてもらって、はいはい、で、まあ、日本でうだうだやって、で、はい、うどんが4月あの段階ではチーム決まってなかったんですか。決まってないです。決まってないですよね。はい、ね、いや、
前のチーム、はい、オーストリアのチームに帰る予定だったんですけども、はい、まあちょっと変わって、はいはいはい、変わりまして、去年がオーストリアのチームで、はい、今年はチェコのチームで、チェコのチーム、はい、お隣の国同士ですよね、はいはい、なんか交流があったりとかはないんですか？あ、まあ、オープン戦やったりとか、まあ、今年はオーストリアの代表の一応コーチもさせて、はい、まあ、継続でやらせてもらってるんですけど、ドイツ、あ、いや、ドイツじゃない、チェコのドラッツィブルノっていう一番強いチームがあるんですけど、はい、まあ、そこと交流戦やったりとか、はい、まあ、ちょっとずつそういう交流も出たり、でうちにもオーストリア人の選手2人いたので、はいはい、まあ、ちょっとずつ野球での交流も出てきてるかなって感じします。なるほどね。ブルノからウィーンってかなり近いですよね。そうですね、バスで2時間しないぐらいで行けちゃうので。うーん、はい、ああ、そうなんですね、はい、もうすぐです。一応調べてみたんですけど、はい、ブルノは人口37万、はい、で、うん、エクストラリーガーというトップクラスのチーム、はい、8チームあるんですけど、リーグ、はい、はい、リーグ、それがブルノに3チーム、はい、球場を、ね、持ってるトップクラスのチームが3チームあるそうです。はいはい、今ちらっと名前が出てきたのがブルノの違うチームの名前だったんですね。はい、ずっと何年もずっと優勝してるチーム、はいはい、ああ、なるほどね、はい、はいはい、でそれと田久保さんがいたチームと、はい、もう一つ別にブルノに3チーム、はい、うちがフロッシーブルノというチームで、はいはい、もう一個がテクニカブルノというチームが、フロッシーとかテクニカとかいうのがチーム名、チーム名です。あ、はい、なるほどね。ブルノが町で、はい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 、フロッシーってどんな意味なんですか？カバーです。カバー、はい、ヒッポ、英語でヒッポって言うんですけど、はいはいはい、そのカバーっていう、いい、なんかこうどっしりした感じの、そうなんですね。じゃあ今日は今年はカバさんチームにでも今年はって2012年とか3年前にもいらっしゃって、はい、カバさんチームで、はい、すごいですね。帰ってきて、はい、球場の写真を見させてもらったことがあるんですけど、はい、かなりいい球場を使ってみたいですね。どう良かったんですか？いや、なんか本当に球場らしい、もっとすごいなんかグランドみたいなとこかなと思ったら、すごい球場らしい、球場の綺麗な感じの写真を見させてもらいまして、インターネットですけどね。設備的にはどうですか？今の竹村さんの印象は合ってるんですか？そうですね、まあ新築っていうか、はい、立ち上げたばっかりなので、はい、球場自体はすごく、まあ、芝、何よりもやっぱ外国って芝生が本当に綺麗なんですよね。サッカーではね、やっぱり芝生があるから、はい、そういうのは上手なんですかね、やっぱりね、はい、特に、まあ、去年僕がプレーしたオーストリアのチームも、まあ、サッカー場を改築して野球場にしてるんで、あ、そうなんだ。サッカー場として使ってた芝生のまま野球場で使ってるの、すごく、それは良さそうですね、はい、スライディングとか怖くない感じですね。全然怖くないですよ、ね、ちょっと長いんで、雨の時こう、はい、水分がすごく多いんで、はいはいはい、もうボールびっちゃびちゃになってなっちゃうんですけど、まあ、まあ、でもすごく芝はやっぱいいですね、はい、前ね、僕は本当にその少ない情報ですけど、はい、そのもうずいぶん昔にそのイタリアの野球の写真を見た時に、はい、そのセリエ A だって書いてあったんですけど、完全に僕たちが河川敷でやるのと同じようなね、はい、ハゲハゲの芝で、はい、なんか土がデコボコ剥き出してて、はい、外野は簡易ネットが張ってるような、はい、そんな写真だったんですよ。でやっぱりそういうようなところしかないのかなと思ってたんですけど、はい、そんなことはなく、変わってきたんでしょうね。変わってきたんでしょうね、はい、ここ本当に10年5年とかで随分多分変わってきたと思います、はい、最近そのこの U18 のその高校生の大会のおかげでというか、チェコの代表チームの話題がヤフーニュースというか、そのインターネットの記事でね、その紹介されてましたけど、それでなんかプロリーグではないという表現だったんですけど、その今のそのトップの今年いらっしゃったそのリーグが8チームでやっているっていう、それどんな感じのイメージのリーグ戦なんですか？日本の形で説明するのはちょっと難しいんですけど、はい、セミプロみたいなことで言えばいいんですかね。そうですね、はい、まあ、みんなこうチェコはすごく部活動がまずないんです、学校に、はいはい、で子供たちが、まあ、学校終わった後に何かすることって特にないんですよね。その日本だったらじゃあ野球があるから部活行ってとかってあるんですけど、はいはいはい、あんまないんですよ、はい、だからそれぞれが例えばアイスホッケーやりたい子はアイスホッケーのクラブに行くし、はい、サッカーだったらサッカー行くし、はい、と同じくくりで野球があって野球に行くっていう感じ、うん、で、まあ、その子たちが徐々に育っていって、はい、まあ、各クラブの
一番上のチームでプレーしたいっていう目標があって、はい、まあ、そこをこう目指してるっていう。はい、なるほどね。で、メジャーリーグなんかも、はい、チェコに何か拠点を置いたりとかしてるんですか？メジャーリーグ、そうですね、はい、あのアカデミー、はい、メジャーリーグが主催してるアカデミーがあるので、あるんですね。はい、まあ、イタリアとかオランダにもあるんですけど、はいはい、それがあるので、まあ、そういった指導も選ばれた子たちはできるっていう。それで学んだ子たちが、まあ、代表の選手になったりだとか、はい、まあ、他のチーム、他の国のチーム行ったりだとか、うん、まあ、アメリカ留学したりだとか、はい、っていうケースが出てきてると思います。あのチームにも野球教室っていうか、何かそういうなんかあの企画があるような、はい、そこに行って教えてたりもするんですか、高保さん自身が。僕、まあ、チームの、はい、同じチームの選手もそうですし、はい、あとは、まあ、そのチームのクラブの下のチーム、はい、15歳とかのチームと、はいはいはい、あとはそのブルノに、まあ、唯一日本でいう野球塾のようなものがありまして、はい、そこで、まあ、外部コーチとして、はい、まあ、そこで、まあ、指導したりとかっていうのをやってました。そのチェコっていうか、まあ、あのブルノの町の、はい、あの有数世代の選手たちってどんな感じですか？はい、そうですね、あの身体能力は高いですね、はい、日本の子どもたちと比べて、どっちがいい悪いではなくて、はい、あの強さがちょっとあるかなっていう感じはします。やっぱサッカーの強さがある、はい、やっぱ日本からすると外国人だなっていうイメージと同じだと思います、はい、なるほどね。野球の技術的なことはどうなんですか？ピンキリです。まあ、そうなんですね。その15対0になっちゃうっていうのと同じぐらいピンキリです。なるほどね。でもその可能性のある人っていうのはいて、はい、ごく一部いるので、その子たちが結集したトップのフル代表っていうのはもうちょっと、はい、いいパフォーマンスをするかなっていうイメージはありますけど、はい、でその子たちが憧れていくところはそのやっぱりメジャーリーグっていうことになるんですよね。NPB に来たいっていう人はあんまりちょっと聞いたことない。日本から来たコーチがいてもいやないです。だから今回でそれをちょっと感じてくれるといいかなと思いますけど。はい、そうですね、はい。でも今年はね、その春にやっぱりその、はい、ね、こうヨーロッパの代表が日本に来たっていうのと、はい、そのまあ今回のこれもね日本に来て、その高校生も日本に来てるから、はい、なんかそういうことでね、またちょっとこう日本の野球にね興味持ってもらえるとありがたいですけどね。はい、なんか。どうなんですかね、日本の野球ってちょっとこう孤立した感じになっちゃってるんですかね。そうですね、ちょっとまあ残念なところはあるかもしれませんけど、でもまあ強いことは隠れざる存在から強いように、うん、まあ、強いんですけど、ね、強いから、ね、間違いなくて、間違いなく強いんですよ。この成績で言ってもね、間違いなく強いですけど、ね、あとまあ WBC にいても勝ってるわけです、うん、そうですね、まあ、弱いわけはないっていうのは。そうですね、高保さんはその、ヨーロッパの野球をずっと続けられてて、はい、もう何年？3年です。3年目ですか、はい、その前が、アメリカ？アメリカも行きましたし、はい、オーストラリア、まあ、今回来てますが、はい、オーストラリアも、はい、で出てるカナダも行きましたし、はい、なんか本当に何カ国内ですか？6カ国ですか、はい、でその前が日本の独立リーグにいらっしゃったという、はいはい、ホークス、だって大阪ホークスドリームス、それからあとヤマトサムライレッツ、あれヤマトサムライレッツはチェコ終わった後に行きました、行きましたよ、ね、であとはソウルヘチ、コルギアヘチ、あ、はい、コルギアヘチ、あで、はい、最初はあの徳島インディゴソックス、徳島、はい、繰り出しですよね。そうか、そこまで遡っていくんですね。2007年なので、はいはいはい、8年前とか2007年、あ、じゃあ僕と入れ違ったんですね。2008年ですからね、四国行ったのはね。あ、なんか野球界狭いですね。狭いね。どっかしらですれ違い。ああ、そうなんですね。ああ、まるまるさん知ってる知ってるとか言う、ね、いや、そういう世界ですよね。でもね、聞いたことあるとか、うん、そんな感じになっちゃいますよね。はい、ああ、知ってる知ってるとか、だいたいそういう話になったりとかするケースが多いですよね。そうですね。高校は広いんですけどね。あ、高校から先って本当一気に狭くなるんですね。そうですね、確かにそうですね。いや、そのやっぱり高保さんのね、独立リーグ時代のそのエピソードの印象で言うと、はい、あの門田さんから受けた指導の話がちょっと印象に残ってたんで、はい、そのね、あのホークストリームの話がちょっとパッと出ちゃったんですけど、はい、でもその辺りはちょっとこう NPB を目指していた時期なんですか？そうですね、まあその前にちょっと会社員をやって営業マンやってた時期があって、はいはい、でまあやっぱ会社へ行くと
まあ、いろいろこう、まあ、時間の使い方がもっとシビアになったりとか、はいはい、お金が世の中でどうやって動いてるかとか、うん、すごくまざまざと経験させてもらって、はい、でこの感覚があって、まあ、年齢のマイナスを食らってるんですけど、はい、25、6だったので、はい、そこからプロ野球選手目指すっていうのはすごく、まあ、日本ではリスキーなので、そうですね、うん、まあ、でもそんなことやってみるやつがいてもいいかなと思って、うんうんうん、あのまあ、会社を辞めて、はい、まあ、ちょっとトライしたんですよ、はい、で現在に至ると、はい、気づいたら日本じゃないところでやっているというね、はい、でもその NPB 選手目指してたところから、はい、その野球は辞めなくて、はい、今でもその、まあ、選手兼任コーチということで、はいはい、そのプレーをしながら、まあ、やっぱり、まあ、プレーで見せる部分もあるんでしょうけど、はい、プレーをしながら指導者っていう、もう今は完全に指導者ね、のモチベーションの方が高いですね、うん、選手としてはまあ僕なんかは本当にまあ大した選手ではないんで、いやいやいや、あんまり選手として語れることなんかは全然ないので、なんかそのいろんな国を選手として生かしてもらった経験を、まあ、技術以外の部分、例えば気持ちだったりとか考え方とか、はい、まあ、そういうことをこう伝えていけるような指導者でありたいかなとは思ってるので、そうやって世界をね渡り歩く指導者っていう、そういうまあ存在って今まで少なかったと思うんですけど、はい、まあ、そういうものの先駆けとしてね、なんかこれからどんどんね、こう活躍の場をもっともっと広げて、次はどこの国に行くんだろうみたいなね、まあ僕は期待もありますけどね、一斉例えばアメリカとか、はい、その辺とかではないので、はいはい、まあ僕がやってることはもう小さな本当に、うん、そういうもんでしかないんで、いやいやいやでもその、はい、それそういうなんかいろんなね、なんかその狭いというか小さいというか、はい、今までなかったところの需要の掘り起こしっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ、はい、この番組にね関わらせてもらうようになって1年そう経つんですけど、はい、あのそういうヨーロッパ野球のことも女子野球のことも、うん、何にも知らなくて、うん、その本当に聞きかじった程度のそういうのがあるっていうことしか知らなかったんですけど、はい、でもその世界でねそうやってその世界を取り上げてる人とかあのサッカーでは今はねやっぱよく聞く、サッカーでは少し日本人でもそういう人がいるって、ね、はい、知られてますけど、はい、その日本あの野球ではなかなかないし、うん、ね、そのさっきの女子野球がねこんなにたくさん大会があって、はい、8月こんなじゃなかったでしょう、だって自分が高校生の頃、ね、高校生の頃はこんなになかったですね。ね、これ世界女子野球にこうなんか出ていこうとかっていうなってくると面白いですけどね。じゃあ世界を渡り歩く指導者に教えてやるよ。いい先輩だ。これは大変だ。でもなんか行きやすいと思うんですよ、誰かが行ってたら行きやすいんじゃないかなって、うん、そういうのはありますよね、うんうん、そうです。今年は他に日本人の人がいたんですよね、はい、いえ同じチーム、はい、ピッチャー、はい、1人、はい、そうですよね、はいはい、であと、そのさっきちらっとお話出ましたけど、オーストリアの代表チームのコーチも、はい、その去年からしてて、はい、今年もしてるっていう、はい、その面白いですね、チェコのチームに在籍してるんだけど、はい、オーストリアの代表 の, そのコーチもするっていう、はい、で大会があって、行ったんですね、また大会ね、はい、大会はどこであったんでしたっけ、オーストリアで、あオーストリアであったで、あホスト国であったんですね、はいはいはい、そこで、ちなみにその、大会成績は、ヨーロッパ選手権の、A プール B プールあるんですけど、はいはい、その B プールで A プールに上がるためのはい、こうなんてリーグ戦、はいはいはい、だったんですけど、まあ、決勝戦まで行って決勝でスウェーデンに負けてしまって、はい、準優勝ということで、はいはい、A プールに上がれなかったんですけど、あでも惜しいところまで行ったんですね、はい、そうですね、いろんな広がりがね、うん、この野球の世界にもう誰も多分知らないと思うんですよ、そのヨーロッパでそんな大会があって、ね、そういうその今その、ね、オーストリア対スウェーデンでサッカーですかって言われそうな、ね、野球じゃないような話ですけど、はい、野球の話なんですか、ね、でだんだん慣れてくると、うん、あリトアニアと試合やったんだふーんとかそんなになりますよ、ね、そういう感覚になってほしいなと思うんですね、そうですね、うん、だ僕はそのそ、オーストリア代表のコーチだったのも、もともと監督されてる、まあ、坂梨さんという方がいるんですけど、はいはい、まあ、その人に、まあ、声かけていただいて、はい、まあ、そういう縁でやれてる部分があるので、はい、まあ、僕よりももっと知ってる人がいて、はい、っていうぐらいのまだところなんで、はい、そんなにまあ僕なんかは大したあれじゃないんですけど、いや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 、すごいですからね。
ちなみにその一緒のチームにいたピッチャーの、大瀬良さん、大瀬さん、はいはい、が、は今年の活躍ぶりは最初は良かったんですけど、はい、後半中盤から後半にかけてやっぱり、まあ、相手の選手がアジャストし始めたのと、はい、まあ、シーズン始まってコンディションが整ってきたのもあって、うん、結構やられましたね。ああそうですか、はい、そんなに悪いピッチングしてるわけではないんですけど、はい、うん、やっぱりやられちゃいましたね、はい、チェコの選手って研究する選手多い、研究、うち例えば選手とかで、はい、どちらかというと自分の体の最大に任せるタイプと、はい、もう例えば相手のどういうピッチャーが研究して攻略していく人もいるし、はい、基本的にベンチの中にその対戦、この日対戦してる相手の、成績と、打球の方向、はい、でピッチャーの傾向、キャッチャーの配球は大体こう入ってあるんですね。ああそうなんですか。でチームの Facebook のグループがあるんですけど、はい、まあ、そこで明日こいつが出るから、うん、こういうピッチングするだろうから、こういうふうにチームとしてアプローチしようっていうのを、まあ、Facebook の中で共有してやったりするので、はいはい、それすごくあのびっくりしました。ここまでディテール詰めて取り組んでることにすごくびっくり しましたね。そうなんですね、はい、すいません、あの素朴な話なんですけど、例えば、まあ、日本の独立アメリカのプレーとかアメリカンリーグとかのプレーされてましたけど、はい、そこではどうですそれと比較しても。そうですね、日本のトップクラスの日本のプロ野球とかはやってる、はい、もちろんやってると思うんですけど、はい、独立リーグは僕が関わったところはやってなかったので、あんまり情報を大切にする選手があんまりいなかったので、あんまりいなかったですかね、はい、確かにあんまり、ね、そこまでの研究を独立リーグレベルでやってるっていうのは聞かないんですよね、はい、ミーティングでね、なんか多少の話はあったりするんでしょうけど、はい、あんまり、うん、そういう形ではないんじゃないかと思いますけどね。そういう取り組みがやっぱり、まあね、その、まあ、いわゆる野球後進国だからこそそうやって、ね、はい、こうなんか取り組んでいこうとしてるのか、それとも国民性なのかっていうのはちょっとわからないですけど、はい、でも、ね、それは結果に実際に現れてるわけだし、はい、ね、すごいことだと思いますけどね。だんだんうかうかしてると日本の野球も、ね、どうなるかわからないので、ね、そう、そんな感じがしますけどね。今はね、はい、こうやって、まあ、今日のような結果だって、はい、まあ、なってるわけですけど、うん、そのうちどん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 強くなって抜いてきましたとか、うんうん、ね、同じレベルになりましたとか、うん、いや、ありがとうございます、ありえない話じゃないんですね。その方が面白いと思いますし、そうですね、そのいろんなとこに野球がマーケットとして確立されれば、うん、日本でじゃあクビになっちゃいましたって言っても、うん、他で仕事、野球の仕事があればそこに行けるじゃないですか、うんうん、そうですね、まあ、うん、外国行けば言葉を覚えなきゃいけないし、はい、まあ、風習が違ったり文化が違ったりある中で、はい、まあ、もうちょっと学べることはもっといっぱいあると思うので、うん、そうですね、まあ、もっと前向きに捉えていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、やっぱりそのマーケットが広がっていかないと、その先細りじゃないですか今その日本の野球がね、はい、その少子化でその子供が少なくてチームが減ってるとか、はい、そのなんかね、はい、マイナスな話ばかりがこう聞こえてくる中で、はい、その上の方のマーケットを広げていってね、うん、そのどこに行っても野球ができるよっていう形ができると、はい、もっと面白い展開が出てくると思いますけどね、はい、たくぼさんは話が変わりますが、はい、外国語は英語以外にいくつか喋れるようになりました。いや、もう基本的に、まあ、英語も大したことないんですけど、もう基本的には毎年僕国が変わってるので、あ、そこまで余裕がないっていうのを言い訳にしてあんまり喋れない。でもその、プレーをそのしていく中で、はい、あのこう、そういう、そういうあのフィールドの中で必要最低限のことは、まあ、はい、まあ、コミュニケーションは、はい、うん、取れるんで。なるほど、ね、そこに甘んじて勉強してないっていう。そうですか、はい、あの Facebook とかブログとか拝見してると、ちょっとこうおしゃれな街をこうなんかあの、はい、散策したりとかお茶を飲みに行ったり、酒を飲みに行ったりしてるじゃないですか、はい、
雰囲気を楽しんでる、まあ、はい、でもあの写真に写るその街の様子ってやっぱちょっと日本人からするとおしゃれな感じですよね。いいですよね。ちょっとこれ見よがしに出してやる。いやちょっとあそこ訪ねて行ってみたいなって思わせる写真がね、またなんかちょっとあの周りぼかしてあったりとかしてなんかおしゃれな写真がなんかねたくさん紹介されてましたけれども、あの前に選手田久保さんたちがあの食べさせて食べる食堂だっつって紹介されて、すごい雰囲気のいいレストランだったんですよね。はい、前に講演会があって、はい、あのブルノの生活っていうのを2012年の生活を紹介してくれた時があって、はい、でここで私たち食べてますとか言って、はい、ご飯食べさせてもらってますとかいうところがあったんですけど、はい、なんか雰囲気のいい古い街並みの中のレストランっていう、はい、いいですね。なんか昔と今がちょっと混在するようなとこだったんですけど、多分ね竹村さん 来シーズンはフラー今年アメリカ行ったじゃないですか。今年アメリカ行ってますからね。なんでヨーロッパ来るんだなってね来年はヨーロッパの番ですよ、やっぱり。みんな言いますね、うちの家族の父親とかにも、はい、ヨーロッパいいよとか言そろそろ行くべきでしょう。でもそうやってヨーロッパに、田久保さんの他にも野球協の会のメンバーで今年ヨーロッパだった人は他にはいますか。去年来てくれた、杉尾くんという子が、はいはい、ピッチャーの子が、ドイツいまして、はい、あと3回目の投に来てくれたさっき言ったその坂梨さんは継続でやっぱりオーストリアの強豪チームで監督やってますけど、はい、そうです、強豪チームで代表の監督がいながら、はい、うん、はい、そうですか、そうですかね。なるほど、はい、でその野球協の会のメンバーがだんだんと帰国し始めていると思うんですけど、はい、今年もやるわけですね。今年もぜひあの、はい、11月14日ですか、はい、もうねなんかカウントダウン的な告知がねフェイスブックでも始まっていて、あと80何日みたいな感じに煽ってるんですよ、ね、周りの人は煽ってるんですよ巻き込んでいやね本当にプロモーションが上手でらっしゃるのであの毎年場所は船橋市民球場、はい、去年雨降って途中で、そうですね、はい、残念な結果に終わった、はい、あの船橋でリベンジということで、はい、まあ対戦していただくその東京メッツさんも、はい、あの消化不良だということで、そうですね、はい、ね、そして私も消化不良だったのでもう一度ちょっとマスクをかぶらせていただこうかと思っております。11月14日でしたかね、はい、11月14日土曜日、船橋市民球場、時間は11時、まだまたタイムテーブルは、はいはい、ぐらいでしたね、はい、あのお昼でもその前にもこうイベントがまたあったりとかして、そうですね、はい、野球教室をやったり、そうですよね、はい、いろいろと多分楽しい企画になる、ね、一日になるんじゃないかと思うので、はい、ぜひぜひぜひお越しください、ね、やっぱり球場たくさん人が来るとね盛り上がりますし ね、はいはい、あの東京メッツのねあの応援団の皆さんがいいですよ、ね、あの独特のあのねあの盛り上がりで、はい、あの雨の中ねあの本当に応援してくれて、ね、ありがたかったですけどね、でももっともっとお客さん入ってもらいたいですから ね、やっぱり野球教室とかね、はい、たくさん企画があるから、ね、そうですね、あの、はい、審判講習会もしたいかなっていうふうに思っているので、ぜひもやっていただきたいんで、ね、はいはい、いろんな方にぜひお越しいただきたいと思っております。はい、はい、まあ、女子野球も一人スカウトして村、ね、山さんもちょっとこう参加するっていうね、はい、はい、なんかいろんなルールは取っ払ってやりたいなと、ね、そうですね、男女関係なくそうですね、あ、年齢も関係なく、ね、はい、いいですね、年齢も関係なくそれはあのちょっとあの危険技なのでずっとけたらもう罰金ですよあの代打とかだとかわいそうだからダイソーでね、それもっと見ながら遅いんですか私、でもほらあの打てないとかいうあれじゃないから、その塁に出て走るっていうのは誰でもできるから行けますよで それで村山さんに刺されるってパターンですか。あ、いいかもしれない、あ、やりましょう粗相は罰金なんでそれ全部寄付されますからね、はい、そう、でもそう、あの入場はもちろん無料なんですけどチャリティーマッチということで、ね、はい、あの去年もそのたくさん集まった寄付を、はい、道具も、はい、募金もいただいて、ね、はい、あの持っていかれた様子も拝見しましたが、はい、はい、あれは年が明けてから今年ですよね。そうですね、はい、今年行きました、はい、はい、ね、あの野球教室付きで、ね、はい、その寄付で集まったその現金とその道具を持って行かれたわけですよね、はい、どうですかその毎年継続してやってて。そうですね、まあやっぱりまだまだ
なんか、うんうん、大変なこと、ちょっとずつやっぱ復興されてるような形ではあるんですけども、はい、やっぱ現地の人は忘れられることが一番怖いっていうのはやっぱ常々言ってたので、うん、まあやり続けることはやっぱり意味があると思うので、うん、そうですね、はい、まだまだやっぱ時間はかかると思います、はい、そうですね、はい、東日本大震災から4年をね、4年が過ぎたわけですけど、ね、それでまた来年もし今年ね、それで集まって持っていったらちょうど5年経つ頃に行くわけですよね、はい、ね、まあ本当にね、あのついつい忘れちゃいそうな感じなんですけど、はい、でもね、そのあの日のことをいろいろね、多分そのみんないろんなところで経験したと思うんですけど、はい、やっぱりね、その思い出すし、ね、そしてまた現地ではね、はい、大変な思いをして暮らしてらっしゃる方がまだたくさんいるのでね、はいはい、本当に小さなことなんですけど、ね、あのスポーツでできることって、ね、はい、なんか、はい、あのこう無力だなって思っちゃうこともあるんですけど、はい、でもやっぱり諦めないで ね、 そうですね、そのなんか継続していくことが大事だと思うので、はい、ね、ぜひそういうイベントなのでたくさんの方に来ていただいて、ね、たくさんあの本当にちょっとでいいので道具一つとかね、ボール一個でも、ボール一個でもね、はい、はい、あのいいのでぜひ来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします、ね、はい、お願いします。で、まあ、はい、そうだ、角坊さんに聞きたいと思ったんですけど、はい、ヨーロッパ各地、まあ、大体チェコ、オーストリア、はい、回ってきたわけですけど、はい、今回のチェコのチーム、ちょっと話もする、 U18 のチームの選手の中にも、はい、角坊さんが教えた選手が何人かいるという話を。おー、そうです、2人、うん、まあ、同じチームなんですけど、はいはい、あ、そうなんですか、同じチームのチームメイトの若い子が参加している、はい、今日4番打ってたかもしれない。あ、そうですか、はい、打ってた、背が1m90 ぐらいある子、もうすごいですね1m90 なかなかですね。いや、まあ、この辺から話しかけると、ね、本当ですよね、しゃがめよ、そう、1m90 ね、僕たち会うと本当こんなんですからねいや、図が高えなっってそういうのはちょっと向こうの人に通じないですよね。おーっつって、ポテンシャルはどんな感じですか彼は。まあ、体がまず強い、はい、圧倒的に強いので、はいはい、まあ、それに伴って徐々に技術も上がってきてるんで、はい、まあ、MLB アカデミーのエリート候補生として、はい、関わって練習もしてるんで。うん、そうなんですか。まあ、このままやってくれれば、はい、まあ、どこかマイナーリーグだったりが見つけてくれるんじゃないかなと思って期待してるんですけど、はい、いいですね、ぜひ、ね、ちょっとね、メジャーリーグを目指して、はい、でもチームメイトだった人がメジャーリーグとか、はい、やっぱちょっとこう格別なものがあるんでしょう ね、 うね、将来それを見た時にはね、はい、すごくあります、それは、ね、なんかそうやって野球の世界が本当に狭くなっていくと嬉しいですね、はい、いいですよ ね、 ね、でも今回の件で、はい、日本が好きになってくれたら嬉しいですね、はい、あ、そうですね、日本食はやっぱりすごく美味しいって言って、あ、そうですか、はい、そういう交流がやっぱり一番いいんじゃないかな、うん、そうですね、はい、うん、野球通じて日本来てますけど、うん、なんかそこでその国を知るきっかけになれば、そうですね、はい、うん、ね、特に向こうからすると日本は遠い国だと思うんで、そうですよね、やっぱりね、はい、ほとんどだって印象もないような感じでしょうけどね、はい、でもどうなんでしょうね、今回南港中央野球場とかやってるわけですけど、はい、人工芝のね、独特の雰囲気の、はい、日本風の人工芝のあれとかまだ面白い印象なのかなとか思ってね、はい、そのなかなかない環境でしょうからね、はい、試合前のベンチに座ってる映像を見てるとすごい面白いんですけど、はい、ええ、日本の選手はまあこうベンチでこう試合だなっていう感じのスタンスでベンチにいるんですけど、はい、チェコの選手本当にこうなんかボールこうやって投げてたりとかして、結構なんか僕は好きなんですけど、なんかこうのんびりした雰囲気があって、はいはいはい、こいつ本当気合入ってるのかなって思うぐらい、はい、まして豊中ローズ球場とか高尾さんも過去に使ったことある、はい、使いました、はい、使いそうですよね、ある球場だけに、はい、さらに余計に親近感あるんで、親近感ありますよね。そうですよね、はい、本当やる気あんのかな、国際大会だと思って国背負ってんだぞって思うぐらい結構こうなんかのんびりしてるなと思って、やっぱ国民性なんですかね、はい、そういう感じで、ああいうところがなんか僕は嫌いじゃないんですけど ね、 ね、いいですよね、はい、いや僕も嫌いじゃないんですけど、そういう甲子園とかだったらめちゃくちゃ怒られると思うんですけど、ね、はい、面白いな、いいですよね、ね、はい、ちょっと気が早いですが、はい、来シーズンは
どんなイメージで。そうです、来シーズン、まあ、特に毎年そうですけど、まあ、何をするか自分も想像できてないのでまあこれからいろいろ、はいはい、決まることだと思いますけど。そうです、はい、イメージとしてはでもまだあのヨーロッパでどうですか、まあ、今回若い、まあ、チェコで同じチームに一人選手行きましたけど、はい、まあ、若い選手がどんどん出てくる、まあ、意欲が、そういう意欲が出てくるっていうのはすごくいい、あの、兆しだと思うので、うん、それは日本の野球界にとってもすごくちっちゃなことですけど、はい、いい兆しだと思うんで、うん、まあ、そういう子たちがもしバンバン出ていくようで僕のスポットが邪魔になるんだったらもうどうぞどうぞっていう気はしますけどね、はい、そうですか。でもちょっとね、来年行ってもらって竹村さん訪ねていくっていうね、最悪いなくても行ってこいって言ってもらいたいですけど、そうですけどね。オフはまたあれですか、今年もいろいろとその講演会とか、はい、そうですね、はい、やれる機会があれば、はいはい、野球教室やったりとかは、はいはい、予定はあります。そうですね、野球教室やっぱりそのちょっと竹村さんの野球教室っていうのは、ね、はい、ぜひちょっと見てみたいなと思って。本当ですか、はい、思う。いや、あの、僕もちょっと野球教えてもらいたい。絶対僕やりますよ。本当ですか、はい、ちょっとあのイップスなんで、あのボールをボール投げ方から教えてもらって。あ、そうですか、気持ち、気持ちから入りますか、気持ちから、はい、あ、ちょっと行きたいなと思うんで、いう、はい、ね、ちょっとまたいろいろとあの Facebook とかブログとか、ね、はい、通じて発表されるんだと思うので、はいはい、ちょっとまた機会があったらね、あのこの番組でも、ね、はい、ご紹介していきたいかなと思いますので、はい、ね、みんなで、侍のみんなでちょっと教わりに行くっていう、はい、そう、強くなっちゃう、強くなっちゃいますか、なっちゃいますか、大丈夫か、周りの妬みとか、なんかいきなり強くなった、ね、どうしよう、いやいや、ちょっとじゃあぜひ強くしてもらって、はい、本当にお願いしたいぐらい、明日からっていうか、あの明日から9月ですけど、はい、ね、はい、ビーナスリーグも後半戦が再開しますが、はい、いかがですか。そうですね、自分の、一部リーグに所属しているの侍は、シルバーウィークに3連戦があるので、はいはい、もうその試合で終わりなので、あ、そうですか、はい、残りわずか、しっかり2部に落ちないように勝つだけですなんかこう高い目標なんだか高い目標なんだかよくわからないですけど、頑張ってください朝霞市民球場で19日に試合が、はい、そうですね、はい、第5試合目でナイター、第5試合目、はい、朝霞でナイター、はい、いいですね、6時ぐらいからやるって、はい、6時からですね。あれ19日行けるかな、土曜日です、初日、シルバーウィークの初日です。あれなんでシルバーウィークって言うんですか。いや、ゴールデンウィークに対応して敬老の日とか移ってきて、はい、それで勝って、ね、連休になる、そうそう、大型連休ってことで、でさらに22、23も、ね、平日だけど、そこで休み取ったら一気に9連休になるんですよ。そうです、まあ、あのゴールデンウィーク自体は、ね、映画業界が作った造語ですからね、あの何の意味もない言葉なのでさあさあさあ、それではですね、はい、野球ラジオ from CA 部、はい、あと少しでもう終わりの、今回も終わりの時間になってきました、はい、あっという間でした。あっという間でございます、はい、今日も圧がすごかったですねあのね、何度も言いますけどね、でかいんですよ、あのでかいですよ、そう、でかいです、あの体だけ大きいんですよ、体もね、存在感も大きいんですよいやー、すいませんね、大きい人間でございまして、いやいやいや、でですね、次回はですね、はい、9月の7日でございます、はい、来週です、ね、来週の月曜日でございます、はい、で9月7日、次回はですね、スカイプでのご出演のゲストの方もいらっしゃいます、はい、それは後ほど、Facebook ですとか、はい、あの竹竹の部屋からあの告知を流したいと思います、はいはいはい、で野球ラジオ from CM、 今回は田久保健祝さんにゲストとしてお越しいただきました、はい、田久保さん、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、楽しかったです、ね、ありがとうございます、また来てください、あ、ね、ぜひ、そうですね、はい、あの船橋の試合も、ね、楽しみにしてますんで、うん、はい、そうです、ね、僕も楽しみにしてます、はいはい、またそして野球協の会の皆さんで、はい、1月のようにたくさんちょっとこうね、あの、はい、集まってもらいますけど、1月の時5人来ましたから ね、はい、ね、過去最高の今日一人スカウトした、行ってみてくださいメンバーで、はい、そう、あの赤シャツを着る予定の、ね、お兄ちゃんがちょっと一人いないんで、この番組スターで、そう、あのスターがちょっといないんで、あの人もちょっと、あのちょっと言っといてください、はい、あのぜひ来てくださいって感じです、はい、というわけでこんなポロシャツを着て2回目の野球ラジオ from C-Wave でしたけれども、うん、はい、それではですね、野球ラジオ from C-Wave、今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。次回は9
9月7日月曜日です。それでは皆さんありがとうございました。また来週。また来週。